まあ、左ピッチャーのこう逃げていくボールをうまくこうレフトに運ぶ技術はあります。あそこの左バッターの時のあのコントロール抜群ですね、はい、左バッターの外いつでもあそこに帰れるんですよ、はい、今田中健介選手がアンパイアを見て栗山監督も出ましたね。これやっぱりストライクボールでしょうか。いや違いますね、二段モーションですね、はい、あそうですか、僕も気になってたんですけど。なるほど、はい、足やっぱ足上げた時に、はい、やっぱカクンと2回上がる。昔あの岩隈投手とかがよくあのピッチングフォームをやってたんですけど、はい、これですね、上げて、これはもう2段モーションじゃないかと、はい、もうこれベンチで話になってて、うん、でもっぺんそういうの出たら俺出ていくわっていうね。なるほど、はい、はい、何年か前ありましたね。いや確かにね、2段モーションが改めて見直しになった時に、まあの投球フォームは、はい、控えましょうと、はい、なってたはずなんですよ、まあ、今スローで見たら非常に分かりやすかったですね。足がやっぱり上げた時にもう一度、はい、2段階に動きますよね、はい、まあ、前回はあの岩隈とか三浦とかね、はい、タイガースの安藤とか ね、この辺が訴状に上がっていましたが、確かにそうですね、はい、いや僕ねピッチャーでしたけども現役の時にアンパイアにある質問したことあったんですよ、はい、その本、一連の動作だからいいって言われたんですよ、ね、僕はこのピッチングフォームしなかったんですけど、はい、一連の動作だからいいという、まあ、それもルールブックに書いてることなんですけども、じゃあ僕それがいいんだったら僕何回も足動かしますよって言ったんですよ、はい、それは故意にどうのこうのだからダメだって言われた時に、はい、いやそれはね、ちょっとピッチャーとしていたちごっこの売り言葉で買い言葉になってしまうんじゃないですかっていう会話をしたのを覚えてます、はい、さあ今栗山監督が出て山本さん2球投げましたけど、ちょっと足の上げ方変わりましたか。微妙にですよね、ちょっとね、はい、1回下ろしてまた上げ加減が小さくなったような気がしましたが、ただああいうのがあったピッチャーやっぱり動揺と言いますか、あんまり改善されてないように見えましたけどね。詰まりました、内川です。いやどうでしょう、本人の中でどういう意識が出たのか、はい、